五千いずれかを聞こう。下るなら城、所領を共に安堵して使わすが、小田原攻めに兵を差し出せ。戦と申すなら我ら二万の兵がもみ潰す。東方としてはどちらでも構わぬが、あらは決めていよう。はよ、遠投せ。私は朝飯を食うとおらね。ああ、それと成田家には甲斐とか持つ姫がおるな。それを殿下に差し出すよ。腹は決めておらなんだが、今決めた。なら早う言え。戦いまする。今何と申した？戦場にて相まみえると申した。